これは砲塔を持ってます。明かりですね、はい。それぞれの仏さ、像によってね、もちょっと持ち物が変わっていますけど、宝刀とか宝珠を持ってます、それはね、福の神を表していると言います。それからこっちは剣持ってますよね。多くの毘沙門天さんはね、劇場っていうのを持ってるんです。槍ですね。だ ここの、のはちょっと形が違っています。でこのお家ね、北村さんっておっしゃるお家なんですが、うちを新築するときにね、このお宮だけ別にね、別棟を建てたんです。これをね、バクと言うんです。バクで、前のお家の屋根のところにあったのをこれはずね、これも固定です。ありがとうございます。このね、神社の名前だけ見てってください。豪奢縁起式内法理神社ね。今日みたいにこういうご案内してる時は開いたりあれあるけど、そう普段はみんな閉まったりしてる。お祓い済んだ人、死因を終わった人、こちらへ。恵比寿さんです。はい、七福神の中ではね、唯一女性の神様です。習い事っていうことでね、芸者さんたちがお参りしてます。琵琶を持ってますから祀られているお寺なんです。観照院っていう方の、別の時にね、お寺周りをやりますので。あ、じゃあ押してください。この度掘ってくれる人の趣味だからね。1頭まだ上回る。7頭、丈夫に結んだものです。本堂へ上がってもらうとね、分かりますが、中国のお坊さんが住職になってる。だからお寺の作り方、本堂の中中国風なんで、お参りするのはね、布袋さん。